こんにちは。ヒズコールチャーチユースパスターをやらせていただいているエリアです。僕が教会に来た時、ヒズコールチャーチに来た時、ここには若者は、全然いませんでした。でも僕みたいな若者を信じてくれる最高の牧師がいて、教会全体がそのビジョンに情熱で溢れていました。その情熱を受け取って神様と一つになり、教会と一つになっていった時に、本当に若者がどんどん救われていって、そして日本を共に変えていきたいという若者が集まっていくようになりました。そして今では100人を超える若者が共に神様を熱く愛して、そして一緒に賛美しています。本当に多くの若者の人生が変わっていき、そして神様による奇跡によって立ち上がっています。ぜひ次世代を愛し、次世代に神様の愛を伝えていきたいという人、共に集まって、そして時間を過ごしましょう。このカンファレンスで会えるのを楽しみにしています。